向こうのすごいのが、あのテストの日程、先生と決めるんですよ。あ、そう、生徒と相談して決めるんですか。そうです。だから、日本来た時にびっくりして、<ー>日本ってなんかテスト。二日ぐらいに全部まとめるじゃないですか。全教科。これ、おかしくないですか。そんな勉強できないですよね。一気に。って思いました。あ,あ、じゃ、この教科、このテストだから、来週ぐらいに回すみたいな調整をするんですね。そうなんです。<ー>先生と。でも、この、この週はこの。 あのテストがあるんでちょっと私たち難しいですみたいなことを言って、うん、先生が来週にしましょうかみたいな感じでってました。へえじゃあもう抜き打ちテストみたいな感じもないですかなんかそんなことしたらもう大クレームですね。強えな <laughs>